売しているのはドイツビールの英国クラフトのもの。こういった少しリッチなビールを気持ちよく飲んでもらうにも工夫があるんです。阪神が勝ってたら、その今日はじゃあ勝ってるから気分もいいんで、ちょっといつもと違うプレミアムの飲んでみませんかとか。この日の試合は阪神が劣勢、試合中盤2点目を奪われます。スリーアウト、しかし1点が刻まれました。こんな時でもお客さんを笑顔にするベテランさんの凄技発見。お客さんもただ渡すだけではなく、そろそろ会えた頃かなと思って。ハーフが相手に使ったおかわりを聞くのはおもてなしの基本。この人は遅い、この人は何回目の人って何で話しても。タイガースで数名集合戦、売り上げも落ちてきた新人さんにちょっと疲れが見えてきました。